13日2歳新馬戦、小倉 5R、芝1800メートル、中段につけた4番人気のマジカルフェアリー、メス2歳、父サートルナーリア、母マニクール、立東、寺島、が直線、外から鋭く伸びて勝利をつかんだ。和田流は、しっかり走れる馬ですし、どんな競馬でも大丈夫と思っていました。いいところでじっくり行けて、瞬発力を見せてくれました。 これからが楽しみです、と素質を高く評価。管理する寺島氏は、状況の本数は少なかったのですが、いい動きをしてくれていました。想像を超える感じで、外をしっかり回って差し切ってくれました。いい足を持っているのは間違いないので楽しみですね、と期待を寄せた。次走は未定。